料理は優しさ。どうもダイニングブルービーズレイミです。どうも皆さんおはようございます。大志です。はい、ということで、今回はちょっと知り合いからちょっといただき物をしたんですけど、そちらを紹介していきたいと思います。それがこちら、うでん生食パン野上ということで、イエーイ。こちらをちょっといただきました。今回、じゃあ今回は、知り合いの方から、食パンを一気にいただいたので、こちらを、2人で大食いしていきたいと思います。イエーイイエーイイエーイイエスということで、じゃあ早速食べていきましょう。食べていきましょう。レッツスターティン。イエーイ。はい、こちら約750g あります。あります。わお、わお、なかなか食べることないですよね。はい。最初はグーじゃんけんぽい。何のじゃんけん。急に始まりました。誰が切りますか。あ、じゃあ僕が、じゃあちょっと半分からいかさせていただきます。とりあえず生で食べていきます。こういきますか。じゃあ食パン乳糖の儀ウニゲーシャス。顔見切れてるけど。おー、柔らかい、めちゃくちゃ柔らかい。はい、すぐ切れました。見てください、ご覧ください。わお、わお、美味しそう。断面はこんな感じです。はい。美味しそうですね。はい、じゃあこう。じゃあ自分は皮の方でウニゲーシャス。はい、いただきます。いただきます。でかこれ、どんぐらいですかね、これ。まあ、ちょっと伝わりにくいんですけど、こんな感じです。はい、遠近法。うん、しっとりして、ちょっとほんのり甘いですね。おいしい。おいしい。めちゃくちゃ太い。うん、特に喋ることない。お待たせしました、こちら梅ジャムでございます。これ前作ったやつです。南高梅です。梅ジャム初梅ジャムです。いただきます。いただきます。ちょ、ほんとだ。うん、うん、あ、うん、いちごジャムのちょっと酸っぱいみたいな。いやいやいや、え、ちょっと苦味あるよ。苦味もありますね。酸っぱい、酸っぱいって苦味が。けど口に入れた最初の感じはストロベリージャムみたいな感じ。絶対嘘だよ。え、いや絶対嘘だよ。量が少ないからですかね。自分そんなの抜けてないです。もう、うん、ファン。もういい。あ、水分取られる。うん。うっぱ。うっぱ。あ、さっきのすっぱいですね。何だ、果肉か。あ、果肉がなかったんじゃない、さっき。なかったかもしれない。うわ、めっちゃ酸っぱい。あ、ほんとだ、めっちゃ酸っぱいですね。さっきよりめっちゃ酸っぱい。絶対嘘なんだ。絶対嘘。これは作ってます。はい。これもったい一口。うん、二口。今からこれを早よ食べ。早よ食べ。わー。うん。飲み込めない。なんて、なんて。どうしますか。フレンチトーストにします。わかりました。
フレンチトーストを作っていくので、あ、とりあえずジャンプします。フレンチトーストへレッツゴー、せーの、はい、はい、じゃあ皆さんご覧ください。はい、フレンチトーストがジャンプしただけでできました。やりました。よっしゃよっしゃよし、一回見せていきましょう。はい、見せていきましょう。はい、じゃあ、皆さん、入刀の儀お願いします。いきます。お願いします。おー、さあ、ちゃんと中まで浸っているのか。絶対浸ってはないと思うけど、美味しそうだよね。美味しそうですね。あー、おーおーおー、あ、浸ってはないんですけど、けど、なんかいい感じですね。美味しそう。じゃあ、いただきます。いただきます。あん、うまっ。うん、うまっ。うまっ。熱っ。熱っ。うまっ。うん、うん、うん。でも重たいな、これ。重たい。ズドンタイプや、これ。ズドンタイプですね。うん、味は美味しいですね、すごく。ああ、あの、さっきみたいにひたすらなんかね、なんて言うんだろう、口に運ぶっていうのができないです。あの、手が一回躊躇するよね。一回躊躇しますね。美味しいんだけど、うん、なんか一口いったらしばらくちょっとあのインターバル間が必要ですね、これ休憩が。ん？ん？あれ？なんか出ると思ったら、なんか出ると思った。出ないんかい。出ないんかい。そうそうそう。混ぜられるみたいな。よかった。熱い。熱い。もうこんな食パン食べたの初めてかもしれない。自分ちのとこも同じこと言ってました。自分もですね。もうこれ食べないと終われないんだよ。食べてないです。おこさん、うん、ここも食べる。やば、あと4つ。いや、もう。てて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 、うん、順番行きました。皆さん頑張ってください。1個、あと1個ですか。行きましょう。はい、失礼しました。はい、最後一口いただきます。行きましょう。あ、ちびちび行く作戦ね。うん、うん、あ、うん、食べた。あ、うん、食べれました。よし。はい、はい、ということで無事食べきりました。やった。なんとか、うん、なんとかですね。あ、もう結構食べましたね、朝から。
じゃあ今回はこの辺で動画は終わりだと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイちょっと雑な終わり方でしたけど許してください。はい、はい。